海の生き物にはそれぞれの生きる道があります。強大な個体を前にした時、魚の群れはかわそうとしますが、運が悪ければ食べられてしまうでしょう。そのため弱者である魚類は一致団結し、強大な魚群となって互いを守るのです。これこそが弱者としての抵抗。祖先はかつて暗い海底に住んでいました。彼らが初めて星空を見た時、どのような気持ちを抱いたのでしょう。それを思うと、目の前にある光をより大切にしたいのです。海のちぎりよ、団結すれば弱者も強者に勝てる。それが渡墨島の生きる道。そして皆さんを広い海へと導くことこそ、荒人神の御子としての責務なのです。